下山千歳白菜発祥の地比下山千歳白菜は東京都世田谷区近辺で多く栽培される白菜の品種である。かつて連作障害に弱いという欠点があった白菜を世田谷区で農業を営んでいた下山義尾が改良して1953年に品種として定着させたもので大病性があるためた品種の親としても用いられる。 通常の白菜と比べて2から3倍大きく大きいものでは重さが10キロ以上に及んだため各家族化が進むにつれて需要が減り一時は世田谷区内での栽培はほとんど見られなくなったが約40年の中断を経て1998年に復活している日本における白菜栽培の歴史は明治時代初期に始まっている不血球性の白菜については 18世紀末に日本都来の記録が残っているがこの時は定着せずに消えていった。1875年、清から三島白菜という品種が3株、東京市博物館に出品され、そのうち2株が愛知県に払い下げられて、試験栽培が始まった。白菜は禁煙多種の花粉で受粉しやすいという強い、交雑性を持つため、携帯や 品質の保持が困難であり、継続的な種子の採取が難しかった。そのため、交雑を防止する目的で松島などの島書部で、隔離採取が試みられた。この方法が成功して白菜は、宮城県や愛知県で栽培されるようになり、日本の気候風土に合わせて、結球白菜という品種に改良された。東京でも、明治から昭和にかけて、世田谷、足立、葛飾。 三鷹などの農家が盛んに栽培を手掛けた。ただし、白菜は何年も同じ畑で作付けを続けると連作障害による病害を起こすという弱点があった。そのために病害が多発し、昭和20年代には白菜栽培は減少していた。白菜のかかりやすい病害にはウイルス病や軟腐病などがあった。ウイルス病はアブラムシの媒介による病害で、 若い白菜がかかると成長が阻害される上に次第に株が小さくなってしまうものであった。難腐病は白菜の株が地面に接するところから病菌が入って株が腐ってしまう病害でいずれも白菜に大きな被害をもたらすものであった。白菜栽培の衰退を食い止めるために品種改良の試みが始まった。品種改良を手掛けた特農家の中に 世田谷区で農業を営んでいた下山義夫がいた。下山は1913年、当時の千歳村に生まれ、1928年に収納した。下山家では1930年頃から、たくさんの白菜の栽培を始め、1935年くらいから貯蔵した後に売って、現金収入を得るようになっていた。さらに下山家では、 下山の父の代から自家で白菜の採取を行い、希望者には種子を分けていた。芝生白菜とパオトウ白菜という品種を交配して栽培し、大病性に優れた株を選んで栽培を繰り返して、独自の品種として育ててきた。下山が父と共に交配と栽培を続けて改良した白菜は、通常の白菜と比べると2から3倍の大きさがあった。世相が、 太平洋戦争開戦へと急速に傾斜していた1940年頃から白菜は贅沢品とみなされたため少しずつ栽培面積を減らさざるを得なくなった。戦争が激しくなった1942年頃には農薬が入手できなくなった上に化学肥料も単品でしか買えない状態となった。1943年頃には 野菜は市場に出さずに買い出し人が来て、闇で販売するようになり、白菜の栽培面積は3から4単と少なくなったが、下山は、大病性に優れた株の交配と栽培、及び採取を続けた。下山は1944年5月に召集され、ビルマ戦線に従軍した。1946年5月に復員し、体調が回復した後に、再び農業に戻った。 1949年3月まで GHQ は農作物にすべて同性を敷き、4月にようやく解除した。GHQ の占領政策下における日本では、のみやしらみがたくさんいたためヘリコプターでの DDT 空中散布を行っていた。そのため畑には、害虫は愚か、蜂も蝶もいなかったが、この年は農薬を使わなくとも、白菜の出来は大変によく、 収量も多かった。続く1950年も白菜を含めてすべての農作物は豊作であった。しかし、1951年と1952年は関東地方に白菜の病気が蔓延していたため、出来が非常に悪くなっていた。その中で下山の栽培した白菜は病気発生率が約1%程度にとどまり、良い出来栄えであった。 1951年1月、農耕と園芸という雑誌の編集長と、馬腰種病という種病会社の社長が連れ立って、下山の白菜を見に来た。連作によって起きる病害、特に白菜の株が腐る、卵不病やウイルス病に対して耐性があることに着目して、この白菜を新種として登録申請してはどうかという話が進んだ。東京都城南農業改良相談所で技師を、 勤めていた、上松隆や東京都農業試験場長の松原、刺激などの助力を得て、1952年1月に、新種としての登録を出願した。これを受けて、農林省農政局特産課から、白菜の種子6 0トルの送付依頼と同時に、一世以上の白菜を生に用として栽培しておくことを条件に、審査対象となるとの連絡が入った。 同年11月中旬、審査が始まった。後に下山は、後にも先にもこの年ほど素晴らしい白菜ができたことは、ありませんでしたと回想している。審査に立ち会った千葉大学の教授、藤井武雄や、農林省産支援芸局特産科技官の横井、高志生などは、白菜の出来栄えに簡単し、他の畑を見なくとも良いとまで言ったという。続く質疑応答の際、 藤井は下山に対してどのような方法でこの白菜ができたかという説明を求めた。下山は芝生白菜とパオトウ白菜の交配比率と種子の収穫方法について説明したが、藤井はその内容と実際の白菜に差があると指摘した。下山がこれでは登録は無理かと考えていたところ、12月の初めに藤井から連絡が入った。 その内容は学生を50名連れて行くので、白菜を100株並べていておいてほしいという要望だった。藤井は学生たちを引率して下山の畑を訪れ、すべての白菜の重量を1株ずつ測定した。白菜の平均重量は 3.8kg あり、測定を終えた藤井は学生たちに新種として十分の価値あり、新種登録になりますと説明した。 1953年の1月20日と21日の両日にわたって開催された農業資材審議会首病部会の結果を伝える通知に登録の価値ありと記載され首病連合会発行の果実の日本市場に掲載して90日以内に第三者の意義がないときはこれを確定することに決まった。官報に下山の千歳白菜の件が掲載されるとすぐに 関東近郊の首苗会社が押しかけてきた。その会社は我々にも販売の権利と採取の権利の一部を出してほしい。認められなければ異議の申し立てをすると主張した。そこで下山は登録までの経緯について説明し、すでに販売と採取の権利の一部を馬越首苗に出してあるので、首苗会社同士でよく話し合ってほしいと返答した。結局、 意義の申し立てはされずに1953年7月25日付で、千歳白菜の新種登録が決定した。新種登録申請の書類が特許庁に送達されたが、特許庁は、千歳白菜の千歳という名称はすでに北海道の千歳原粉で使われていたため、他の名称に変更せよと伝えてきた。しかし、馬腰種苗ではすでに新種で大病性のある、 千歳白菜の名称で、関東一円に宣伝を打っていた。そのためなんとか、千歳の名称を残したいと強い要望があり、横井や富士などの働きかけによって、下山地とせ白菜という名称での登録が認められた。下山地とせ白菜の種子の販売権は、下山自身と千歳農業共同組合、そして馬子種病などが持つことになった。この段階で、使われなかった。 千歳白菜の名称について問題が発生した。近在の農家がこぞって白菜の種子を採取し、千歳白菜の名称で販売し始めた。これは、馬腰種病や藤井、松原などが懸念していた事態で、本物の下山地とせ白菜の何倍もの種子が市場に出回る事態になりかねなかった。下山は馬腰種病と相談した上で、 当時主流だったマスでの種子販売ではなく1号5尺1尺の3種類の絵袋入りのみで販売することを決めた。1955年、植松は下山の協力を得て一辺のスライドをフルカラーで制作した。タイトルはバイラスにかからない白菜の作り方というもので、前年の1954年に記録した映像を取りまとめたものであった。スライドの内容は、 バイラス病の被害を受けた白菜畑の様子や大病性品種の説明、畑の準備から収穫、貯蔵や出荷に至るまでの経過を説明した上で病害を防いで優れた白菜を収穫する方法について説明したものであった。下山自身も1956年6月にバイラスにかからない誰でも簡単に作れる白菜の作り方という冊子を作成している。 下山地と瀬白菜の登録期間は5年であった。下山地と瀬白菜は連作のために年々品質や生産量が共に低下していき、各家族化が進んで、需要も減ったため下山は原種を渡して、馬腰種苗に栽培と採取を委ねた。その後下山は1959年から2年間、人参の栽培に取り組んだ。この人参も出来の良いものであったが、 大きすぎて時代に合わないと言われたため、新種としての登録申請は認められなかった。1962年頃からは、キャベツやレタスの栽培も手掛けたが、昭和40年代に入ると、農業だけでは、生活が立ち行かなくなり、土地の売却やアパート経営などに軸足を移した。1998年、下山は、財団法人世田谷トラスト協会と契約を締結し、 屋敷林の一部を市民緑地、北からすや9丁目屋敷林市民緑地として開放した。この市民緑地の一角には下山地とせ白菜発祥の地の記念碑が建立されている。記念碑の由来は、バイラスにかからない白菜の作り方のスライドを手掛けた植松隆の線分記号は大場刑事によるものである。長らく栽培の途絶えていた下山地とせ白菜は、 平成10年に復活した。北カラス山9丁目屋敷林市民緑地の契約締結と同じ頃、地元の住民たちが結成したカラス山水と緑の会はこの品種の存在を知り、下山に再度の栽培を依頼した。すでに下山の手元には種子が残っていなかったものの、大病性品種の親として、京和種苗に残されていた種子100粒を使って栽培を試み、 カラス山水と緑の会の会員たちも参加して、約40年ぶりに下山千歳白菜が収穫された。下山は自身が改良した下山千歳白菜の復活を見届け、2000年に脳に生きる大白菜育成にかけた我が人生を主化版として出版した。後に下山は死去したが、長男が2002年に出版社を退職後に、 父の後を継いで下山千歳白菜の栽培を手掛けている。下山の長男によると、下山自身は復活した下山千歳白菜について同じではないと最後まで言い続けていたという。下山千歳白菜は2010年頃から世田谷区の特別養護老人ホームや世田谷区立の小学校の給食に使用されるなど、世田谷の地場野菜として再認識される機会が増えている。 平成25年度版世田谷農業通信によると、世田谷区内での白菜の作付け面積は4 2 3る、収穫量は42トンを記録している。下山地とせ白菜は極番生種で、生育の速さこそやや遅いものの、大病性に優れていた。芝生白菜とパオトウ白菜の特徴を受け継いで、通常の白菜の2から3倍以上の大型に育ち、高さは、 約50センチメートル、重さは通常で7から8キログラム、概要を除いても4キログラムほどあり、大きいものでは10キログラムを超えるものもあった。白神経と呼ばれる白菜の古い品種に見られる特徴をよく止め、縦半分に切ってみると、内側まで身がよく詰まっていて、内部の白い部分が多くなっている。結球のタイプは一見すると砲弾に類似した、形態の 方合型と言われる種類で大きく開いた外側の葉の中心に小さな葉が方合した状態で発生しさらにその内側の葉も葉の円を被せ合うように分化して結球していく結球する葉の枚数は70枚前後になり葉1枚ごとの重量は比較的軽くほぼ同じ程度の重さを持つ葉が重なり合っている結球の形状と葉の枚数は共に 芝生白菜の特徴を受け継いだものである。生育の早さについては、当初は1八0ほどかかったものが改良されて、約90日から100日ほどに短縮された。品種の発表当時は、結球の姿が、必ずしも生逸ではなく、方合型以外に、結球の頂点が丸みを帯びたものも認められた。このため形状の生逸化を図る目的で、文系や、系統間 海一を利用した育種が試みられて、山形県農業試験場園芸部が作出した、座王という品種など10種近い品種が育成された。その他に創生種に改良した品種がいくらか育成され、和瀬地と世群として分類される。ただしこれらの品種は実用として、あまり利用されなくなり、後には海一の片親品種として、芝生群などの品種との組み合わせに用いられるようになっている。 重量については、小型化が試みられて、1969年、昭和44年に発行された、最新園芸大辞典、第2巻では、その後消費の傾向に応じ 4kg 程度に変わっている。との記述があった。大きく成長する品種のため、株同士の間隔は、通常の白菜を栽培する場合の2倍に当たる 60cm ほど、開けて栽培する。 大型の品種であるが、味は良く、和洋中どの用途にも使え、鍋にも漬物にも向いていて旨味も十分にある。下山千歳白菜は、明治ジングルで開催された全国農産物品評会で、1952年から3年連続で農林大臣賞を受賞した。一時期は、東京の近郊で開催された秋、素材品評会においても、 白菜の出品はほとんどこの品種で占められていたほどに、普及が進んでいた。この品種における課題は、温暖化の進行による暑さ対策である。病害に強い下山地と背白菜は、近年の猛暑や極地豪雨の影響を受けて、順調に生育しない時がある。2013年には、根が腐るなどしたために、破種した種のうち、約1割の100株しか収穫できなかった。 下山の長男は、地域の誇りと親父への孝行のため、死ぬまで守りたいと栽培方法について、模索を続けているという。白菜類は、発育が旺盛なため、肥沃な畑を好むので、前作には、キュウリトマト、スイカ、ジャガイモなどの多種作物を植え付け、自力を高めておく必要がある。また、他の油中の作物が一年中栽培されているような地域では、ウイルス病が、 次々と伝播する可能性があるため種前に付近から畑を耕した方が良い。雑草にも病原が残っている場合があるから除草した上で畑全面に石灰を散布する。下山地とせ白菜は大病性があるため早巻きしてもよく発育する。東京近郊で栽培する場合、万生種であることから生育期間が長くかかるため8月10日より遅くとも17日頃までに 発種する必要がある。発種の時期を逃してしまうと、出荷が一番値下がりする12月になるため高値での取引は望めなくなる。最初の間引きは本場が2から3枚出た頃に行い、収穫までの間に合計で3回程度に分けて実施する。大病性に優れた品種であっても、薬剤の散布は的確に行う必要があり、4から5日おきにパラチオン2000枚液などを散布すれば、 アブラムシの他に、シンクイ虫、キスジノミムシなどの防除効果も期待できる。追肥を2回行い、10月中旬頃から生育の良いものは出荷可能になるが、この時期のものはまだ血球状態が緩く、葉の軟白状態も十分ではない。11月の中旬から下旬になると血球状態が進んでくるため、霜が降り始める頃に、それぞれの株を 外側の葉ごと地上から3分の2くらいのところで藁を使って軽く結ぶ。これは霜や風による害を防ぐだけでなく、軟白を早くできるようになる上に、収穫時や観作の麦栽培のためにも都合が良い。収穫は結球が硬く、軟白状態の進んだものから始める。この品種の結球は12月上旬頃まで続く上に、体幹性にも優れていて、 年内一杯は畑に置いておくことが可能なため、値の良い時期に出荷することが可能であった。貯蔵性も良好な品種なので、3月か4月頃まで貯蔵して高値で売れる頃合いを見て出荷することもできた。隔離採取は他の交雑を起こしそうな植物が周囲にない状態で種子を採取する方法である。買い期きに白菜の一品種を残して、 それ以外の油中の植物を刈り取って、重粉による交雑を防止した。この方法での採取には、当初が適していた。芝生白菜もパオ島白菜も大型の白菜で、日清戦争や日露戦争に従軍した人々が、白菜の原産地に近い旧、満州や朝鮮から種子を日本に持ち帰ってきたものと言われる。三旦は、七十五点二零六六一。 平方メートル、4単は3966.94215平方メートル。濃厚と演芸は1926年に西文堂振興者が創刊した雑誌で、創刊当初は実際演芸という使命であった。第二次世界大戦による休刊を挟んで、復刊後に現在の使命に解体した。AB 馬腰首病は後に共和首病と解消し、さらに、 三角共和と解消している。1号は1 8 0 3 9トル、5尺は9 0 1 9 5トル、1尺は1 8 0 3 9トル。東京都労働経済局は、後の組織改正によって、東京都産業労働局となっている。ありがとうございます。